よーい、ドン、つけるもの、つけるもの、つけるもの。じゃあいいよ、俺が言う。なんか俺つけたことあるじゃん。俺はでもそんなに気にしないから。確かに俺も気にしない。最近気にする人多いかもしれない。ああ、確かに、うん、いつつける？いつ？いつはタイミング、まあ、頻度的には、人による、人による、まあ、決まったタイミングでつけるよ。いつは、いつ、いつは、いつはちょっと言いすぎるとヒントあげちゃうからちょっと怖いよね、そこがね。ってことはやっぱり時期が重要と。人狼目線、人狼目線の話。じゃあここで自分少数派って勘違いしちゃうと全員少数派に寄っちゃう可能性がある。そうそうそう。いや、俺は思ってない。あれ、タラコはそれどこで買う？どこか買うものだよね。買うもの、買うもの。そう、だからどこに売ってる？あー、俺だったらネット通販とかで買うかもしれない。ネット通販で買うの？外で買うかもしれないし。いくらぐらい？いくらぐらい？いくらぐらい？それは、まあ、結構ピンキリじゃないですか、全部。確かに。なんだろう、俺。言うて俺買ったことない、これ。だからないな。俺もないよ。ある？あるよ。俺は気にしてそう。気にしてそう？気にしてそう。確かに。大丈夫、悪い。気にしてんのかな。なんかあったら使うみたいな。そう、あったら、あれば使うみたいな。毎日つけると思う、全員。つけると思うよ、俺は。どこに？どこに？それは、肌に。配信中つけてる。配信中？配信つけてる。配信中つけてることもあるかもしれんけど。あ、俺は、ね、配信前につけようとは思う。俺は、つけて、配信中つけてることはないと思うな。どうなんだろう。どう、まあ、人によるかも。人によるかも。人による。つける人はつけるかも。俺、多分ね、少数派だわ、俺。いや、そうなんだよ。だから、もう。俺らはなるべく情報を与えないようにして、何聞いてもね、もう意味ないんだよ。そうそう、まともな答えしないようにすればいいからね。もうこれ以上じゃあ終わりましょう。じゃあいい、ストップ。じゃあみんなが言い方はストップの方がいい。うん、いい、ね、じゃあ毎日つけるもん。じゃあウルフだと思う人、せーので指さしてください。せーの、はいはい、ということで愚痴つぼに行ったので、大逆転モード、愚痴つぼ様ウルフです。このままではウルフが負けですが、ウルフは市民側のお題当てられれば、大逆転勝利ということになります。この他の5人が話していた話題について答えを言ってください。日焼け止め。正解です。まあわかるわな、ね、背中はやばい。背中はね、背中の前でも割と気づいたけど、背中でもう考えて、愚痴つぼは化粧水でした。うーん、毎日つけないんだけどね。ハンドクリームかと思った。俺もハンドクリームだろうな。